い、ここに泊まります。K-POP アートスクールの留学中はこちらのホテルに泊まってます。はい、というわけで今回泊まるお部屋です。はい、お部屋紹介です。さあ、韓国でもいいつも K-POP 短期留学のお部屋紹介でございます。行ってみましょう。行ってみましょうか。はい。さあ、今どんなお部屋に約2週間ほど過ごすんでしょうか。じゃじゃじゃん。さあ、電気もじゃーん。今回ね、SIM カードをね。そう、いただきました。はい、SIM カード、ちょっと見せられないですけど。SIM カードもらったりとか。電子レンジ？電子レンジ。これは？うん。収納ね。ちょっとした料理もできちゃう。うん、できちゃう。ね。レンジでチン。レンジでチンできる。さあ、そしてトイレと。トイレと。はい、シャワーですね。はい、こんな形になっております。そして、ベッドが2つついてると。はい、こちらに2週間ほど泊まっていきたいと思います。あと初日はとりあえずチェックインが目的でございますので、はい、チェックインして動画は次の日から始まります。次の日スタートです。さあ、朝一ロビーに集合でございます。1日目がスタートでございます。眠い、めっちゃ今日の6時に起きたんだよ。みんな電車乗ってここ来た。こっからスタジオまで電車移動。どういうスタジオでしょうか。楽しみですね。あそこで出血取ってるよ。出血。さあ、ホテルを出ましょう。レッツゴー。急に寒くなるんだって。これ明日もグループ行動なのかな。まあこうやってみんなで移動すればね、安心ちゃ安心だけど。結構歩くぜこれ。何分ぐらい歩いてるかな。ササラスタジオ。めっちゃ遠いですね。もうウォーミングアップみたいなもんだよ。4階。일반친구들이죠 네. 기운을좀받아가라고좋은기운
11時半から歌の授業があるんですけど、あと30分ここで待機します。 NRTV の写真はインスタグラムをフォローしてね。네또니코들어가요네그래서한국말로해주시면저희가그영어랑일본어로는번역하고그베트남친구는한국어잘해요아또일단은다이쪽은목을풀라고제가연습실을켰는데이쪽은혹시너도너도너조심皆さん大丈夫すぐ歌えそう何かオーディション用で準備してるボーカルの曲あれば皆さんフィードバック一人一人披露してもらう形になります。괜찮아요喉の調子どうです？ちょっとウォーミングアップ必要？조금準備필요한데요。네그럼그다같이다みんな一緒にウォーミングアップします。나혼자서사랑해 my heart.
발음도 너무 좋은 상태, 너무 좋은데요. 네. 입을 조금 더 움직여 볼까요? 입을 조금 더 벌려서 네. 한 번만 더 불러볼까요? 네. 아 그리고 발음 받침. 네. 아 이해해요. 한국어 다시 투입을 이러나? 대접수. 혹시 불안했다면 저 믿어요. 네. 일단 받침을 조금 더 날들에. 날들에. 날. 날. 드레. 드레. 네. 그거 주요. 그리고 입 쉐입 뭐 굳이 비로 또 움직여주세요. 네. 다시 한 번 더 해볼까요? 네. 제발 멈추지 않아요. 제발 눈길도 주지 마요. 모래바람 같은 날들에 아무것도 내게 주지 마요. 오케이. 여기만 네. 아카펠라데 모래바람 가라. 네. 아무것도 내게 주지 마요 마데. 네. 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 모래바람 같은 근데 노래하기 전에 네. 호흡 이빠이. 네. 네. 모 모래 다시 한 번 더. 네. 모래바람 같은 날들에 근데 다 주요 모래 노 약간 keep your breath 모래바람 모래바람 노 이 타이밍 타이밍 필요해요. 한 번 더 해볼게요. 네. 모래바람 같은 날들에 아무것도 내게 주지 마요. 오이치도 못하잖아요. 네. 모래바람 같은 날들에 아무것도 내게 주지 마요. 계속 해볼까요, 치킨? 네. 내 마음 하나 접어두고 내 눈물 하나 숨겨두고 처음 본 것처럼 낯선 사람처럼 지나가요 그래야만 해요 나 혼자서 사랑을 말하고 사랑을 보내고 혼자 산 추억에 겹겹이 눈물이 빼어 먼 곳에 있어도 그때 행복하게 나의 사랑을 가슴 깊이 묻어요 나 혼자서 사랑을 말하고 가라 눈물이 배어 마디 모이지도 네 해볼까요? 네 나 혼자서 사랑을 말하고 사랑을 보내고 혼자 산 추억에 겹겹이 눈물이 배어 아 혼자 산 추억에 겹겹이 눈물이 배어 모이지도 네 혼자 산 추억에 겹겹이 눈물이 빼요 눈무 할 때 무 입 입술에 힘 조금 주고 무 무 눈물이 배 해보고 네. 혼자 산 추억에 겹겹이 눈물이 빼요 맞아요 맞아요 네. 요깟다, 요깟다, 감사합니다 요깟다, 요깟다. 그럼 나 혼자서 가라. 네. 끝까지. 네. 한 번 더 해주세요. 네. 나 혼자서 사랑을 말하고 사랑을 보내고 혼자 산 추억에 겹겹이 눈물이 빼어 먼 곳에 있어도 그때 행복하게. 나의 사랑을 가슴 깊이 묻어요. 조금 더 발음을
커넥팅 하는 연습을 하면 더 좋을 것 같아요. 네. 그리고 네. 행복하기를 할 때 행복하기 일나이 다 주의하셔야 돼요. 네. 네. 이렇게 그리고 일단은 순서를 한 번씩 넘어갈게요. 네. 감사합니다. 네, 고생하셨어요. 감사합니다. 뜨뜻한 몸이 되네. 네네, 이 정도 나ります. はい、終わりました。ボーカルレッスン初日でございました。はい、じゃあ一緒に受けた日本人の子にインタビューをしてみましょう、うん、はい、みーなちゃんとりおちゃんです。はい、今回3人で、うん、プラスと英語圏の子がいらっしゃいました、うん、はい、まず、レッスンを受けてみてどうでしたか。どうでしたと曲を歌わないといけないって聞いてなかったのでめっちゃ緊張しました。準備できてなかった。言われてなかったから。そうだよね。そう、急に歌ってみましょうか。おお。めっちゃ緊張しました。なりました。急に歌ってなって歌を準備していなかったのでめちゃくちゃ焦っていました。焦ったよね。焦った。え、パパ聞いてた？え、パパ聞いてた？ってなった。いや俺も聞いてないよ。どういう基本練習かは分かんないから、俺らも行ってみて分かるっていう、はい。そのドキドキ感もまた面白いかもしれない。レノンちゃんはどうでした？レノンは、うん、なんか、うん、一番歌ったんですけど、うん、まだ練習中の曲だったから。うんうん、まだ良かったんだけど、うん、もし練習この曲してなかったら終わってた、うん、あでもあの先生が、うん、あの分かりやすかったです本当に、うん、なんていうのジェスチャーしてやってくれたりとかするから、うん、呼吸をバーってやったりとか、うん、やってくれるから結構分かりました。なるほど。2人は分かりやすかった。分かりやすかったですか。発音のとこまで、うん、僕も知ってくれた、うんうん、今回だけなんだね、ボーカルはね。え、そう。あとボーカルないの？なかった。え？じゃあでもその1時間の中でしっかり、吸収できましたね、皆さんね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこのグループはあれだね、これで終わりかもしれないね。ダンスかもしれない。ダンスは？あ、じゃあ、じゃあまた一緒になるね。はい、じゃあ一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ありがとうございます。初日でございました。